はい、プレイボール、どうも野球人です。巨人中田翔、2軍で無双、5打数4安打1ホーマー、なぜ1軍で打てないかを解説ということでございまして、10日にですね、登録抹消された中田選手、今日でね、2軍2試合目なんですけれども、まあ、凄まじい活躍を見せております。なぜですね、彼が2軍で打てて1軍では打てないのかというところをね、データとともにお話をしていきたいと思います。まずは記事から見ていきましょう。はい、巨人中田が2軍4安打の大暴れ。巨人中田翔内野手がイースタンリーグのロッテ戦で逆転のツーランを放った。1点を追いかける3回2アウト1塁カウントを2-1からロッテ元前の139キロ内角直球を左中間席に運んだ。しっかりと捉えることができました。逆転できてよかったです。この日は4番 DH でスタメン出場し、1回2アウト3塁で迎えた第1打席では先制の敵地打をマーク。2打席目に逆転ツーランを放ち、3打席目には、左翼フェンス直撃の安打、5打席目にも左中間フェンス直撃の2点、敵陣2塁打で4安打5打点と大暴れした。日本ハムから8月に移籍後、1軍では16試合に出場し、打率1割5分、1ホーマー2打点と打撃不振で11日に新外国人のハイネマンに代わって、出場選手登録を抹消されていたということでございまして、まあね、中田選手、不振だった1軍が嘘のようにですね、2軍では打っているということなんですね。では、成績ですね、ちょっと1軍、2軍と比べてみましょうか。はい、では成績ですね、見ていきます。で、1軍成績ですね、巨人に移籍後の成績見ていきましょう。16試合で打率が1割5分、40打数の6安打、1ホーマー、2打点13、三振8四球、盗塁0、BBK0.62、出塁率3割6厘、OBS 0.556という成績でございます。まあ、打ててないですよね。フォアボールはね、多いんで、BBK っていうのは結構いい数字なんですけれども、やっぱ打率、っていうところがかなり寂しすぎるのかなというところではございました。はい。そして、2軍成績ですね。巨人に移籍、してからはですね、2試合、こなしておりまして、2試合で6割2分5厘、8打数の5安打、1ホーマー、5打点、0三振、1四球、盗塁0。出塁率6割6分7厘、OPS 1.792という成績ですね。非常にね、やっぱ好調かなというふうに思いまして、まあ、三振もしていないということですね。2軍では本当にしっかり打てているんですね。で、こちら見ていただきますと、今シーズンの2軍成績でハム自体と合算すると11試合で4割、30打数の12安打、1ホーマー、6打点、8三振、5四球、OPS 1.052ということで、しっかりとですね、実はハム自体にも、まあ、2軍では打っているんですよね。1軍ではね、日本ハムでも今年打てなかったんですけど、しっかりと2軍では打てているということがわかります。なぜですね、では1軍では現状打てていない状態が続いているのかというところですね。そちらをね、まあ、お話ししていきましょう。はい、では中田選手の打撃についてお話ししていきましょう。ゾーン別成績ですね、見ていくと、中田選手見て分かる通りですね、インコースが明確に弱点なんですよね。インコースはですね、インハイ、真ん中、そしてインロー、ともにですね、すべて1割台以下という風になっておりますので、まあやっぱりね、ここがどうしても打てないと。通年ですね、中田選手は特に、まあ内角って不得意ってわけではないんですよね。今シーズンに限ってということになってます。これはやはり腰がね、やっぱ悪いのかなっていうところがありますよね。そこが原因でうまくね、インコースがさばけないということがあると。で、そして記事とかにもなってたんですけど、セリーグのピッチャーはですね、まあそこをついて、しっかりと中田選手打ち取られているのかなと。まあ中田選手ですね、暴力事件を起こしておとなしくしておかないといけない時期。仮に、うちにね、攻められて、デッドボール当てられたとしても、まあ相手ピッチャーに凄めないというところがね、一個ありますので、お構いなしにどんどんインコースついてくるんじゃないかっていう記事もありましたけど、まあ割とね、その通りかなっていうふうには感じました。なので、しっかりと苦手なコースを、まあ、ついてこられて、打てないっていうのが一つ。そして打撃スタンスの変化というところにも着眼点を置いていきましょう。巨人に来てから中田選手はですね、ゾーンスイング率が約 79% と高い数字を出しているんですね。で、これはやはり中田選手の中でもですね、キャリア的に見て高い数字となります。なんでストライクゾーンっていうのはどんどん振っていっているということなんですね。で、一方、コンタクト率も良化していると。どんどん振っていって、バットにもしっかりボール当たっているというところなんですが、ただですね、一方、ハードパーっていうのは 30% を切っているということで、まあ、20% 台、弱い打球がね、多くなってしまっているということが挙げられるかなというふうに思います。
なのでまとめると、巨人に来てからの中田選手っていうのは内角に弱くですね、ストライクを当てに行ってしまっているんですね。そのため本来の自分のスイングではなくてですね、打球も弱く結果もついてこなかったんじゃないかなっていうのが予測されます。でさらに球種別に見てもですね、中田選手結構カットボールとかツーシームですね、早く動く球っていうのに苦戦しているようでして、ストライク内で、動く変化球、これがですね今後彼の課題になってくるのかなっていうふうに思います。あとはバビップですね、そこを見てもですね結構低い数字なので、割とね上がり目はあるんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、ゆっくりねどんどん振っていくんではなくて、もうちょっとね、ストライクゾーンの中でも球を選んでね打つようになれば、そういう余裕がね出てくればですね、本来の打撃っていうのも徐々に取り戻してくるのかなというふうに思いました。はい、では中田選手の今後についてもお話ししていきましょう。まずですね、9月の11日に登録を抹消されました。そのためですね、再登録は9月の21日からということで、結構先ですよね。いくら中田選手が調子良くても、ルールなんでね、これまでは昇格できないということでございます。で、最短で上がったとしてもですね、やはり1軍には中島、ハイネマン、ウィーラーというところで、結果残している選手や新外国人の右バッターがいるわけでして、出番をつかむっていうのは、結構ね、しんどくなってくるのかなっていうふうには思うんですが、それでもね、なんとか爪痕を残してほしいですし、今彼がやるべきことはですね、環境にね、しっかり今慣れて、以前の、バッティングスタイルっていうのを取り戻してね、いただくのが一番の近道かなっていうふうには思いますし、中田選手、来季になると新外国人を獲得する可能性っていうのが巨人、ハイネマン以外にね、あると思うので、そのためですね、今季中にある程度の活躍っていうのも、求められるでしょう。なので、最短で上がったらですね、だいたい27試合ね、あとあるんですよ。それまでに、ある程度の結果っていうのを出していこうというところで、もし、出せなくてもですね、自由契約っていうのはさすがにないとは思うんですよ。いろんな形で、トレードで取ってきたっていうところで、自由契約で、っていうところはないと思うんですけど、来季の年俸とかね、起用方法とかに大きく関わってくるというふうには思いますので、補強なんかいらないよっていうところをね、中田選手しっかりと見せていかないといけないのかなというふうには思いますので、今季中に復活というところをね、目標に置いてしっかりと頑張っていただきたいですね。では最後にネットでの反応を見て今日も終わりましょう。はい、ではネットでの反応を見ていきましょう。ファームでしっかり調子を上げて一軍に帰ってきてくれればいい。今季は終始ドタバタだったから、来季以降のためにも、いい形で残りのシーズンを過ごしてもらいたいということですね。そうですね。そもそも一軍でね、直で使うっていうのが、結局間違ってたのかなっていうふうにはね、今になったら思いますね。こちら見ていきましょう。1軍でやれと言いたい正直、中田レベルの選手は打って当たり前だから、2軍でいくら打っても評価することはできない。早く調子を整えて10日で1軍に戻ってということで。そうですね。やっぱ1軍2軍のレベルっていうのはかなりね、違いがあるので、2軍のピッチャー打ってもっていうところはね、あるんですけど、打たないよりかはね、やっぱ打った方がいいなっていうのもありますので、これでどんどん調子はね、良くなってくればというところでございます。残りね、あって27試合。そこで本当に結果出せるかどうかで、来季以降本当に変わってくるとはね、いうふうに思いますので、どうなるかというところでございます。では今日は以上ですね。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーの、ゲームセット。ありがとうございました。